皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ギエコちゃんです。はい、ということで、来ましたね、あれが、あれだよ、ガチャだよ、ギアスガチャ来ちゃいましたね。でもギアスガチャなんですけど、これね、まあ、ギアスのヘルム、もちろん62でしかもクリティカル 5% で、しかも3つ宝石つけられるってことで、水晶だ、ごめん、かなり、強いですね、やっぱりね。で、同じ神話なんで引き継げるし、なので、まあ、ギアスのヘルム欲しいんですけど、これ極みロサルクミート飾り、これもかなり上がる。59に19でしょ、だから、シンプルに、9と3が上がる、12上がって、しかも水晶プラス1個つけられる、しかもクリティカルプラス、いや素晴らしいと思いません、ね、これ欲しいですね、どっちか、グルニーヘルムとかはいらないです、これ持ってるんで、もう つけてるんで、ここはいいとして、じゃあ早速ですけども行ってみましょうか。まあなかなか当たらないと思うんですがね、これね、ちなみにこれ前回のクザカガチャ80万使いましたからね、80万使った後にまあ作れるようになったなんてふざけじゃないよ、返金しろって思ったけど、よく考えたらあのクザカのなんかかけらみたいな破片みたいな必要だから、まあ最短でも5ヶ月以上かかるということで、いや全然まあ文句なくなりましたね。ただギアスガチャということでこれ欲しい。まあ一応パール7万個用意したんで、まあできる限りね当てていきたいなと思います。それでは行きましょう。ポチッ、あ、いきなり爆死ですね。青は爆死なんで、背景が、黄色、上と下の縁が青じゃなくて金色になれば熱い、そういうやつです。シュッ、爆死、爆死一発で分かんない、やめて。だから昇格演出欲しいよ多分これ。なえるタイミングが早すぎる消化かかったら嬉しいですね。あ、これが OK なやつですね。いきますよ。あ、これは伝説、オレンジ色が一番目なんですよね、聖だない。あれ、極み森グーシューズ、もう早速神話出ましたね。まあでもこれじゃないですよね、欲しいのは、欲しいのはやっぱギアスのヘルムか、その組糸飾り、あれが欲しい。でもね、前回のクザカガチャが、まあ、動画内で出なくて結局80万ぐらい使ったんで、それ考えるとこんなんじゃ出ねえこんなんじゃ出ねえ、うん、こんなんじゃ出ねえんだけど、まあ運がいい人だったら当たるじゃん、当てたいなというとこです。当たってほしいなって、まあ、願ってます。こういう時はこういう時はここら辺を全部やってから、これまあ、伝説だろう、大体伝説だからな。え、めっちゃ神話出んだけど、どうした、え、神話率高くなってる、どうしたのこれ、なんでこんな神話出ないんだけど普通。まあでも出てないけどね、一応伝説、ああそうだよね、ああ、これ組とかでこれ系なんだけど、すげえ出るじゃん、どうした、チャンキコどうした、なかなか運がいいんじゃねえか。まあ伝説だよね、ドバルトのヘルム、おい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 、え、ギアスのヘルム出ちゃった、え、あれ、ちょっと待って座ってくれ、もうちょっとあのこれロサルクミート飾り行こうか、じゃあ次は。何パーなのこれ、待って待って、何パーこれ、全然、え、これアホやん、なんかあんだけ当たんないとか調子乗ってさ、当たって嫌味じゃんこれ、動画嫌味動画やん、え、まあいいや、ちょっと引いていこう。ロサルクミート飾りが欲しいもん俺、いや、なんかすげえ出るね、この神話がパパパパパって神話出たな。組と飾りも欲しいんですよ。あ、インベントリスロット足りません。え、マジ早すぎワロタンゴ。あ、違う違う違う、これじゃない。もうパニクっちゃって、もう頭おかしくなっちゃった。この子もね、今すごいレベル上げてるんですよ。ごめんなさいね、ちょっと話がずれちゃって。
売ります、伝説売ります、私売ります。あー、違う危ない危ない。じゃあ早速装備しよっか。伝承して闇の精霊で、潜在力伝授。もったいねえけど、まあいいや。あ、水晶を抽出して、抽出、うん、待って、でギアス、これなんかいいのか、こんなんでいいのか、こんなサクッと出て、なんか申し訳ねえな、これ水晶装着、ギアス、ポンポン、これで、あと今まではこれだよな。で、まあ、攻撃プラス9助けとくかね、プラス9助けとくか、攻撃これでいいか。3900、もう少しで4000だね、俺もね4000台乗っちゃう。じゃあもう少し行きます。さすがに6万余りはしょっぱいだろ、ムカつくでしょ、みんなとしても。なんかこれは、はい、どうした、買い逃しちゃった、買えた。ロサル組糸飾りが欲しいという手で引きます。うん、よしよし、わお、めちゃめちゃ出るねこれ、ありがとう本当に。ああ、まあ普通はこれ伝説ばっかりですからね。あ、これ普通ですね、これが普通です。シャインゴロさっきのバグってるレベルですね。運がいいってこういうことなんだな、多分。前回のクザカガチャがさ、さっきも言った通り80万かかったんで、あれってなったんだけど、うん、まあいや、もうなんか言うことなくなっちゃった、びっくりして。え、引けない、あ、引けた。まあでも一番捨てが下がるのは組糸飾りってやつだからね、あれめちゃくちゃ欲しいな、きっと。うん、あれめちゃくちゃ欲しいな。まあ一応もう少し下でやめるけど、もうちょっとだけ引かして、うん次神話出たらやめたいと思ってる。全然出る気配なくなっちゃったけどね。うん、出る気配ないじゃん、もう。どうしたの急に。え、裏切りの少女、これ裏切りの少女や。オーマイガー、島ダウンダウンニャム、オーマイガー。今日は神話デーだから神話出るかも。これ出ないね、グルニルシューズだね。でもこれ食べさせるとめちゃめちゃ美味しいですからね、精霊に。昨日か一昨日動画出したんですけども、まああんま見ていただけないですけど、3500以上になってくるとすごく大事な形になってきます、この装備たちが。神話出たらやめるんだよ。うーん、出ない、ショッペー、いざ。なあ、ドバルト多いな。爆死、爆死、シュパ。あ、やべ、インベントリスロットがない。あ、でもまあ出そうだよね、あのお店に。ぶっちゃけすげえすげえすげえ、ここもレベル上がっちゃうみたいな、今日中に。すげえぞこれ、すげえなー。ダメよ、それ食わしたら、それ食わしたらダメだからね。危ない危ない危ない、セーラーだい。おお、ありがとう。神話が出るまでやめるまで、ポン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 、ピキッ。おお、1個か1個か、神話
ロカバシューズ。ロカバシューズか。ワオ、ワン、カモン。その組と飾りじゃねえんだよな。それじゃねえんだよな。たまにね、この黄色、赤、わかんないけど3つぐらい出てくるんだよ。ああ、もうそういうチャンスが欲しいな、リコちゃんは。うん、バチコリ欲しい。クサカガチャより安いからちょっと多く引けんだよね、このガチャ。ドーッ、オーマイガー、いや音が重なったからなんかいいものかと思っちゃった。びっくりした。まあ急に出なくなったな。なぜ Why? Why people? What do you mean? 急に出なくなったな。おお、2個来ましたよ。これ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 、神話率2倍。いきます。ああ、違う、ドバルトのシューズはいらないんだ。組糸飾り、出ちゃった。今日やばい。